くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙。どうしたんだ霊夢。前に、謎の神様の荒はばきについて解説してくれたけど、他に謎の神様っていないの？荒はばきと違って名前は有名だが、ご神体が正体不明な神がいるぜ。ご神体って？神が降臨して宿るもの。神の拠りだな。全国の神社には必ずあって、それは鏡だったり刀だったりするんだが、出雲大社のご神体は正体不明なんだ。出雲大社は私でも知ってる。よし、じゃあ今回は霊夢でも知ってるほど有名な出雲大社の謎のご神体について解説していくぜ。ついでに参拝する時のやり方や神社と大社の違いなんかも解説するから、ぜひ最後まで見てくれよな。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってね。出雲大社の名前は知ってるけど、どこにあるんだっけ？島根県の出雲市にある神社だな。島根県を代表する観光スポットで、日本神話の時代に遡るほど古い歴史を持つ歴史遺産でもあるんだ。ちなみに、出雲大社と大抵呼ばれているが、正式名称は出雲大社だったりするんだぜ。ずっと出雲大社って呼んでたよ。そういう視聴者の皆さんも多いだろうから、今回の解説では出雲大社と呼ぶぜ。この出雲大社の境内はとても広大で、面積は約18万平方メートルもあるんだ。この広い境内に、本殿や拝殿と呼ばれる建物、拙者、末社という小規模な神社、神様に捧げる歌や踊りをする神楽殿、事務所の役割を果たす社務所など、各施設が多数存在するんだぜ。さらに境内の他の地にも拙者、末社があり、さらに山地もあるから、その全てを合わせると、約38万100平方メートルにも及ぶんだ。18万平方メートルで東京ドーム4個分だから、約8個分だな。境内を見て回るのめっちゃ時間かかりそう。スラスラ回ると40分。ゆっくり歩けば80分ほどで見て回れるそうだぜ。そういえばここの神様ってなんて名前なの？出雲大社が祀る主祭神、最も中心になる神のことだな。大国主の大神というぜ。一般的に大黒様の通称で呼ばれている神だな。大黒様は聞いたことがあるよ。七福神だったっけ？どんな神様なの？七福神の大黒天とは別の神だな。日本の国土を開拓し、豊かな土地に育てた国づくりの神様とされているんだ。出雲大社だけじゃなく、全国には大国主を祀る神社は多数あるぜ。そして大国主には別名がたくさんあり、大物主の神、大名無知の神、大国玉の神などとも呼ばれ、これらの名で祀っている神社もあるんだ。国づくりの神様だし、いろいろなところで信仰されているのもうなずけるよ。大国主のいた出雲は日本神話の舞台として重要な場所で、日本神話には、大国主に関する話もたくさん存在するぜ。ここは何のご利益があるの？国づくりに関係する、農業、漁業、商業、医療、酒づくりなどのご利益があるぜ。豊作や商売繁盛といった感じだな。そして出雲大社は、縁結びの神社として非常に有名だな。これは旧暦10月になると、出雲大社に全国の神々が集まるという話に由来しているんだ。ちなみに、出雲地方ではこの話に基づき、10月を神無月ではなく、神有月と呼ぶことがあるぜ。神様が全員行っちゃうから神無月だもんね。そして縁結びなら恋愛の神様なんだ。縁結びと聞くと恋愛の縁を思い浮かべがちだが、実際には恋愛に限らず、多方面での縁を結ぶご利益があるんだ。恋愛はもちろん、仕事の縁、友達の縁、また人間同士の縁だけじゃなく、お金や物事との縁であったり、自分とそれを取り巻く環境の間の、様々な縁のことなんだぜ。縁結びって思ったよりすごいんだね。私も行って、ご飯との縁をお祈りしたくなったよ。一礼、二拍手、一礼だったっけ？基本的にはそうだが、出雲大社には他の神社ではあまり見られない特徴があるんだ。それを紹介していくぜ。まずは参拝方法からだ。普通は霊夢が言ったように一礼、二拍手、一礼だが、出雲大社では二礼、四拍手、一礼なんだ。これは5月14日に行われる出雲大社での年間最大のお祭り、直祭で、八拍手をするため、普段はこの時の半分である四拍手を行うようになったんだ。なんで八拍手なの？八は古くより縁起の良い数字とされているからだ。と言われているな。次の特徴的な見どころは、出雲大社に行く参道だぜ。神社に行く道が特徴的なの？神社の参道は通常上り坂や上り階段になっていることがほとんどなんだが、出雲大社の場合は、下り坂となっている。これは全国でも珍しい参道なんだ。確かに行ったことがある神社は全部登ったよ。ここはなんで下り坂なんだろう。もともと江戸時代の初め頃まで、この参道のあたりが山だったからだな。山を開拓する形で表参道ができたから、地形を生かした下り坂になったんだぜ。次は位置に関してだな。
現在の神道神社の考え方では、左を上位とする考えがあるんだ。多くの神社では神様から見て左側、つまり参拝者から見ると右側を上位としているわけだな。例えば大抵、しめ縄は右側から始まり左端が細くなっていくんだが、出雲大社の場合は、これが逆。左側から始まり、右端が細くなっていくんだ。なんで逆なんだろう。あと、しめ縄って何？神様のいる場所とその外を区別するために貼られるものだな。お正月に一般家庭でも飾られていたりするぜ。理由についてはいろいろ考えられているんだが、一説には通常と逆の考え方があるのではないかと言われているんだ。つまりここでは参拝者から見て左側を上位にしようとの考えに基づき、通常と逆になったのではないかと考えられているわけだぜ。思ったより単純な理由だったんだ。あくまで一つの説だがな。次の特徴的なところは、神様の向きだぜ。神様の向きって決まってるんだ。多くの神社は東向きか南向きに建てられていて、太陽の日を浴びやすくなっているんだ。この出雲大社の本殿も南向きに建っているんだが、本殿内部の御神座という中心地のみ、西向きになっているんだぜ。これはなんでなの？様々な説があるが、例えば、神様と直接面と向き合うのは失礼だから、という説があるな。言われてみればそんな気がしなくもない。他の説として神職の方に伺ったところ、文献には残っていないが、山陰地方には西向きの御神座を持つ神社がいくつもある。それらは御神木など、その神社にとって大事な場所を向いている、という共通点があるそうだ。同じように考えると出雲大社の場合も、海の安全を守り日本を外敵から守るため、また神有月になると八百万の神々が、集まってくる稲佐の浜があるため、西を向いているのではないかという説だぜ。こっちの方がそれっぽいね。次の特徴的な見どころは、ウサギの像だな。出雲大社の境内には多くのウサギ像がいるんだ。これは御祭神の大国主が、傷を負って苦しんでいるウサギを助けたという、稲葉の白ウサギの話にちなんでいるぜ。どんなお話なの？簡単に説明すると、ワニザメを騙しその背に乗って海を渡ってやってきた一羽のウサギが、上陸直前に騙されたことに怒ったサメから皮を剥がされるんだ。さらに大勢の神が言った、海水を浴びると大丈夫を信じて潮を浴び痛くて泣いていたところを、大国主が通りかかり、正しい治療法を教えて救ってあげたという話だな。大国主優しい、サメを騙して海を渡ろうとしていたウサギがそもそもダメだけど、どんどん増えていった境内のウサギ像は、現在50ほどもあるんだ。一つとして同じものはなく、バラエティに富んだ表情や形をしているんだ。ウサギの違いを探しながら歩くの楽しそう。でもなんでウサギ像がそんなにあるの？このウサギたちはもともと、出雲大社の奨学金制度を利用した人からお礼に贈られた、ことが始まりなんだ。ウサギには感謝の思いが込められているそうだぜ。そして今でも増え続けている出雲大社のウサギたちを、霊夢が言ったように、違いを探しながら、お気に入りのウサギを探して、参拝するのも楽しいかもしれないな。いつか行った時、いろいろ探してみるよ。出雲大社っていつ建てられたものなの？今のところはっきりわかっていないんだ。国譲りと呼ばれる神話では、大国主が治めていた芦原の中津国を天照大神の治める高間ヶ原に譲り、その交換条件として高間ヶ原から、大国主に壮大な宮殿を与えました。とあるんだが、これが、出雲大社の始まりとされているぜ。ただし、時期がいつなのか、国譲りの話はどういう、出来事を元にした話なのかといった詳細は謎だがな。わかっているのは、出雲大社は明治より前の時代には、木月大社という名前だったんだ。だから明治より前の時代なのは確かだな。これだけ有名なのにいつできたかわからないのも、ロマンを感じるよ。日本書紀には、斉明天皇の時代である659年に、大和朝廷が命で出雲に、五日市の神の宮を収蔵させたという記述があるんだが、これは出雲大社がより大きな社殿に改築された、と捉えることができるんだ。さらに奈良時代の書物、出雲の国不時には木月大社の記載があり、少なくともこの時代、奈良時代の西暦750年前後までには、大社の名にふさわしいものが建造されていたわけだぜ。少なくても1300年も前からあるなんて、本当に昔から信仰されていたんだね。その時、出雲大社くらい大きな建物って他にあったの？平安時代中期の書物、口ずさみには、うんた、わに、行さんという記述があるんだ。これは、当時の日本の大きな建物を挙げたもので、一番大きいのが、出雲の木月大社、出雲大社のことだな。二番目が大和の東大寺大仏殿、二番目が平安京の大極殿という意味なんだ。出雲大社が、一番大きな建物だったわけだ。出雲大社ってどれくらいの大きさなの？現在の本殿は8畳、約24メートルだな。だが平安時代には16畳もあったんだ。
さらに古代には、32畳だった。伝承もあるんだぜ。だいたい32階建ての高さだな。そんな昔にそんな高かったの？伝承だからどこまで本当かはわからないぜ。だが2000年に境内から、13世紀中頃の巨大な三本柱が発掘され、調査が行われたんだ。その結果本殿の高さが、推定48メートルあったことが判明しているんだぜ。平安時代では48メートルの建物だったのが証明されたわけだな。48メートルでもそんな昔に建てられてたのすごい。今では小さくなってるんだね。本殿は過去に何度か改築をされているからな。代表的なものは、1110年の与力の御造営、1667年の官軍の御造営、1744年の延享の御造営などがあるぜ。今の本殿は延享の御造営の時のもので、国宝となっているんだ。大切にされてきたんだね。改築されている時、ご神体とかはどうなってるの？ご神体やご神座を一時的に別の場所に移して社殿を改築、完成後に再びご神体を返す。遷宮という作業があるぜ。江戸時代初頭以降、出雲大社では約60年ごとの期間で遷宮が行われてたんだ。定期的に遷宮を行うことで、神様が力をリフレッシュされると言われているんだぜ。目的は建物を直すだけじゃないんだ。もちろん補修されることで長く維持されるってのも大事だし、宮大工などの技術が、新たな世代へと継承されるという側面もあるんだ。大事な役割がある作業だったんだ。最近は行われてないの？2008年から2013年にかけてあったぜ。平成の大遷宮と呼ばれ、主に本殿の屋根に、ある、約70万枚もの檜皮と呼ばれる材料が取り替えられたんだ。すっごい数。だから何年もかかったんだね。ずっと出雲大社って呼んできたけど、神社じゃないの？神社とか神宮とか大社の呼び名は、祀っている神様の違いによるものなんだ。それぞれの違いについて軽く解説していくぜ。まず神宮は、天皇、皇室祖先神、神儀を祀っているんだ。単に神宮といった場合は、伊勢神宮のことを指すぜ。そして神宮は全国に24社あるんだ。全部画面に出すが、気になる方は一時停止推奨だぜ。次は大社だな。神社の中には、全国に多数同名の神社があるものがあるんだが、それらのトップという意味で、大社を名乗るようになったんだぜ。お寺でいう、総本山と似たような意味だな。大社も全国に24社あるぜ。最初、出雲大社の本当の読み方は、大社じゃなく、大社だって言ってたけど、他も全部本当は大社なの？出雲大社以外の神社は大社ではなく、大社と呼ぶぜ。大社と呼べるのは出雲大社だけなんだ。大社の一覧も出すから、これも気になる人は一時停止推奨だな。次は宮だな。これは皇室に関係する神を祀るが、例外もあるぜ。宮がつくのは聞き覚えがないよ。知らない人も多いかもな。これはそれぞれ軽く解説するぜ。まずは八幡宮。応神天皇を祀り、全国に4万4千社あるとされるんだ。大分県宇佐市の宇佐八幡宮が総本社だな。水天宮でお祈りされている神は、天の皆か主の神、安徳天皇、建礼門院、平時子で、福岡県久留米市の水天宮が総本社だぜ。鎌倉宮は森吉親王を崇めている、神奈川県鎌倉市二階堂にある神社だな。天満宮は菅原の道真を祀り、全国に根付いているんだ。太宰府天満宮と北野天満宮の2社が総本社だ。最後は東照宮。徳川家康を祀る神社だな。現在は約130社とされていて、栃木県日光市の日光東照宮が総本社なんだ。徳川家康を祀っている神社もあるの知らなかった。そしてその他の神社は、そのまま神社と呼ばれるぜ。何も考えずに神社とか伊勢神宮とか言ってたけど、はっきりとした違いがあったんだね。いよいよ本題、出雲大社の謎のご神体についてだ。すっかり忘れてたよ。確かご神体は神様の依代だったよね。刀や鏡って言ってたやつ。それに玉を加えて、三種の神器と呼ばれているぜ。例えば伊勢神宮のご神体、八田の鏡。熱田神宮のご神体、草薙の剣が有名だな。ご神体は鏡とか刀だけなの？木や岩もあるな。特に昔は、自然に存在するものに神の存在を見出し、信仰してきたんだ。木に神が降りた場合は御神木。岩に降りる場合は岩倉、または岩坂。山に降りる場合は神成山と呼ばれているぜ。山の場合もあるんだ。出雲大社って山にあるんだよね。出雲大社はその背後に、八雲山、西に角山、東に亀山と、三方を山に囲まれた場所に、あるんだ。そして古代では南側には川が流れていたとされるから、四方を守られていた神聖な場所であることがわかっているぜ。ならその山が御神体じゃないの？
出雲大社の裏にある八雲山が、御神体の候補の一つではあるな。山だった場合は除くが、出雲大社の御神体の姿は誰も見たことがないんだ。これは出雲大社の最高権力者ですら、古代から現代に至るまで、誰一人見たことがないと言われているんだ。本殿の真ん中にポツンと置いているようなものではないんだね。ちなみに出雲大社の本殿は神職の中でも、出雲国を統治してきた家系、出雲の国の宮津子しか、立ち入ることができないんだ。入れないんだ？でも天皇陛下とかなら入れそう。天皇陛下ですら入れないぜ。内部を知る者は、本当にわずかだな。そこまで秘密にしているなんて余計気になる。出雲大社の歴史は長いから、そういった輩も当然いただろう。あまり考えたくはないが、もしかしたらそういった輩がご神体を。本当に考えたくないね。誰も見たことがないと言ったが、1638年の運用秘事記の内容によれば、当時、出雲大社の地域を支配していた松平直政が、一方的にご神体を見せろと告げたそうだ。でも見せちゃダメなんだよね。その通りでこれを突っぱねるんだが、直政はそんな言葉も聞く耳持たずに部下を差し向け、無理やり扉を開けさせ、強引に本殿へ押し入ったというんだ。ひどいけど何を見たのかは気になる。直政がそこで見たご神体とは、巨大な9個もの穴のあるアワビだった。ということが記されているんだぜ。意外すぎるものが出てきたよ。巨大ってどれくらい？約15メートル。それはもうアワビじゃないよ。アワビの話にはまだ続きがあるんだ。その巨大アワビの穴から巨大な蛇が9匹出てきて、その様子を見て腰を抜かした直政は、慌てて本殿から這いずり逃げたと言われているぜ。それはかっこ悪いね。蛇が出てきたんじゃなく、このアワビがヤマタノオロチに変身したという、話もあるぜ。他の説はないの？建設だな。出雲市にある鉱人谷遺跡から、大量の剣が出てきたんだ。一説にはこの剣の数は、当時の出雲の神社と同数であったとされ、すなわちご神体だった可能性もあるとされているんだぜ。さらに出雲の国の有名な話にヤマタノオロチ伝承があるんだが、これに登場するスサノオは、オロチの体内から、後に三種の神器となる草薙の神剣を発見しているんだ。そういった伝説や、出雲の国は銅剣が日本で最も多く出土している場所だってことを、くるめると、ご神体が剣だとされる可能性もあるということだな。剣がご神体だったらかっこいいな。少し突飛なもので言うと、ユダヤのソロモン第一神殿にある、黄金のメノラーがご神体の正体とされる説もあるんだ。なんでユダヤのとか聞きたいことはいろいろあるけど、まずメノラーって何？ユダヤの枝分かれした燭台だな。八枝の燭台などと呼ばれ、ユダヤ教のシンボルにもなるもので、イスラエルの国章にも採用されるほどのものなんだ。それがなぜ出雲大社にあるのかは謎だが、紀元前587年、新バビロニアによって破壊された、ソロモン第一神殿の中にこの黄金のメノラーがあり、それが密かに日本へ持ち込まれ、海に面した出雲大社の本殿に御神体として祀られるようになったという説だな。そして八枝、つまり八本の頭を持つヤマタノオロチ伝承につながると、言われているんだぜ。さすがにどうなの？って思うけど、火のないところに煙は立たないとも言うもんね。本当に出雲大社にあったかもしれないし、なんなら限られた人しか立ち入れないから、実は本殿の中にあるけど秘密にされている、なんて可能性がなくはないかもしれないな。他の一説には、出雲大社の御神体は、オブスマと呼ばれる分厚い布に包まれ、安置されている、ウツボだそうだ。ウツボって海にいるあの？ではなく、中身が空っぽの植物の穂の形をした入れ物だそうだ。アワビの次はウツボかと思った。なんでそう言われているの？第82代宮司。宮司っていうのは神社の責任者だな。その宮司の先祖高富党が表した文に、ご本殿のご神体にはオブスマで丁重に、くるまれていて、その中身は伺い知れないと書かれているんだ。そして古代では、ウツボと呼ばれる中身が空っぽの植物の穂の形をした入れ物から、神霊が生まれ出る、という言い伝えもあったそうだぜ。だから布に巻かれたウツボがご神体だって言われたんだね。次の説だ。1031年に書かれた酒記という書物の内容に、少しか掃除見た面白いことが書き記されていたんだ。なんて書かれていたの？風がないのにご本殿が倒壊した時、中から七宝の箱が転がり落ちてきた、と書かれていたんだ。七宝って？金や銀、真珠といった細工さの宝玉のことだな。それが本当ならご神体にふさわしいものだと思うけど、本殿が崩壊したって時点で嘘だよね？実は出雲大社は、過去その大きさゆえに6回も倒壊しているんだ。そんなに？なら、これも本当かもしれないんだね。何がどこまで本当なのかはわからないが、事実だと考えると面白いな。どうだった？これがいろんな説がある出雲大社のご神体だぜ。私は最後の、お宝が入った箱だったら良いなって思うよ。紹介はしていないが、鏡説や石説もあるんだ。
いろいろな人が、見てみたい、正体が知りたい。って思うからこそ、いろんな説が生まれたんだろうな。天皇陛下でも見れないんだもんね。とてつもなく強力な霊力を帯びているご神体と考えると、逆にその霊力と世間の接点を、極限までなくして封じ込んでいる、との見方もできるかもしれないな。そう考えると、無理やり押し入った直政の話にあった、蛇が出てきたって、話にも繋がるぜ。何が起こるかわからないってことだ。実は本殿にはそのアワビがまだあるとか、そんなことを考えるとワクワクするよ。もし出雲大社に行くことがあれば、本殿の中に思いを馳せたり、途中で話したウサギの像を探しながら参拝してみるといいかもな。いつか一回は行ってウサギの像を見てみたい。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。